ねえねえ、オタクくん、将来の夢とかってあるの？可愛い女の子に囲まれてチヤホヤされたいの？それで女の子たちと好きな時に好きなだけエッチしたいの？そっか、オタクくんにはそんな夢があったんだね。うん、別に引かないよ。オタクくんらしくてすっごくいいと思う。しかも普通のエッチじゃ嫌なの？女の子を殴って泣かせた上で仲直りエッチがしたいの？女の子が可愛ければ可愛いほど殴りたくなっちゃう。そうなんだ。じゃあさ、オタクくんはどういう女の子のことを可愛いと思うの？埼玉出身でギャルっぽくて、相手が誰でも簡単にやらせてくれそうな女の子なの？それで名前にカスカベがついてる女の子なの？それってもしかしてキュンキュン、つむぎちゃんのことが前から好きだったし、世界で一番可愛いと思うって。やだ、本当なの？どうしよう、いきなりそんなこと言われてドキドキしちゃう。今も浴場してるし、アーシの体にしゃぶりつきたいと思ってるの？そうなんだ、キュンキュン。それじゃあさ、少しだけ夢を叶えてみる。殴られるのは嫌だけどさ、普通のエッチだったらしてあげてもいいよ。アーシもオタクくんみたいなキモい男の子がどんなエッチをするのかちょっと興味あったんだ。えへへ、リッチでごめんね。でもやる前にどうしても殴りたいって。血を流して泣いている女の子じゃないと勃起しないの？いや、それはダメだよ。だって殴られたら痛いじゃん。それだったらアーシやらせてあげないよ。オタクくんのくせに調子に乗らないでよね。ぷいだ。上から目線で拒否されて逆に興奮してきちゃったの？本気で嫌がっているところが最高に可愛いって。やだ、ガチの顔で言わないで、怖いから。ちょっと嫌だよ、マジでやめて、こっち来ないで。キャー、痛い痛い、やめて、痛いよ。オタクくんやめて、本当にやめて、痛い。キャー、うわはん、う最悪だよ。シクシク、オタクくんひどいよ、大嫌いだよ。なんでこんなことするの？わけわかんない。ぐすん。俺が悪かった、仲直りのためにエッチしようってするわけないでしょ、バカ。もうオタクくんとなんか一生口も聞いてあげないんだから。アーシ、暴力を振るう人のこと嫌だもん。嫌い嫌い、大嫌いだよ。ぐすんぐすん。